長い年があったけど、若者たちは平時に眠れ、安らかなる抱かれて、どこへ行ったら長い年がたったけど、さすがに弱い墓場に眠る安らかなる眠りた長い年月が経ったけど、すべての墓は灰に埋もれたのさ。いつになったらみんなは消えた。その咲く花はどこへ行く、長い年月が経ったのに、その咲く花は娘の胸に、いつになったらみんなはわかるの。世界は闇に包まれてる。
最後に光を見たのはいつだったっけ。やかな一秒も友との語らいも緩やかに流れるメロディーも遠い昔のことのよう。どんなに世界が暗くても夜明けの風は吹く。いつか晴れる日を信じて今をひたすら生きるだけ。いつまで闇が続くのか。ため息た昼下がりふっと顔を上げればいつもの青い空。この空の色は明日も続いていくのか。変わらない青さのその先にあの日と同じ僕がいる。どんなに世界が暗くても夜明けの風は吹く。いつか晴れる日を信じて今をひたすら生きるだけ。今も誰かとつながってる。名前も知らないあなたと支えて支えられて、いつの日か晴れたらあなたの顔を見れるかな。あの時は重たい日々だった。暗い過去を笑い飛ばしながら、どんなに世界が暗くても夜明けの風は吹く。いつか晴れる日を信じて今をひたすら生きるだけ。どんなに世界が暗くても夜明けの風は吹く。いつか晴れる日を信じて今をひたすら生きるだけ。どんなに世界が暗くても夜明けの風は吹く。いつか晴れる日を信じて今をひたすら生きるだけ。はい、ありがとうございました。夜明けの風でした。ただいまの演奏は市民の風ジャンプタイムの皆さんでした。ありがとうございます。またこの後もライブタイム演奏を参加していただきますけれども、ここで、スピーチをお願いしたいと思います。北星大学教授の宮本先生がいらっしゃおりますので、一応お願いいたします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。北星学園大学の宮本です。少しだけ私にお時間をいただけないでしょうか。2月の24日に始まったロシアによるウクライナ侵攻はすでに5ヶ月に及んでいます。戦争被害は日に日に増え、ウクライナにおける人道危機の危機はますます深刻になっています。
直近の例だけ挙げれば、2月29日、マリウポリの戦闘で捕虜となった兵士らが収容されていた施設が砲撃を受け、50人以上の人が亡くなったと伝えられています。また、昨日ロシア軍によって占拠されていたされているサポリージャの原発に対して攻撃がありました。施設内の送電線が損傷したとの報道がありました。これがロシアによるものだとするなら、重大な国際行為なんです。一刻も早い戦争の終結を祈るばかりです。今回のロシアによるウクライナの侵攻は、全ての戦争がそうであるように3つの意味での暴力が折り重なっています。第一は、信者に加えられる直接的な暴力です。ロシアによる攻撃によって戦闘員、非戦闘員を問わず多くの人が亡くなり、傷ついています。報道によれば、ウクライナの兵士だけでも1万人以上の人が亡くなっていると言われます。第2の暴力は経済的な暴力です。ロシアのウクライナ侵攻以来、ウクライナからの小麦の輸出が滞り、ウクライナ産の小麦への依存度が高い中東、アフリカ諸国は深刻な食糧危機に陥っています。国連の報告では、穀物価格の上昇などによって94カ国、16億人の人が影響を受けているとされます。つまり、地球上の5分の1の人たちが食糧危機に見舞われているということです。第3は、報道的な暴力です。侵攻直後からロシアは NATO 諸国に対して核兵器の使用を願ったことです。核の恐怖によって世界の
私たち市民にできることは、いかなる暴力に対して断固反対することです。国際国連、人権違反にはその一つ一つに繰り返し繰り返し何度も異議を申し立てることです。国際法と人権を支えるのは私たちの日常的な地道の行動からです。国際法も人権も無力だと嘆き行動をやめてしまったとき、世界は本当の意味でロシアに負けることになります。今なお戦火の中で苦しみウクライナの市民のために、世界がロシアに負けるようなことがあってはなりません。そのためにあらゆる場所で暴力と戦争に反対する声を上げ続けましょう。そしてウクライナのことは決して忘れてはなりません。本日は最後までご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。そして今回の宮本さんでした。この後、第2回また宮本さんでした。第2回はまだ準備
整ってませんので、この時間帯で、皆さん、空気に行きたい方、こちらに来て前に戻ってください。空気に行きたい方、いらっしゃいませんか？私に
残っているのは平和を願って歌うことだけさ。僕らの名前を覚えてほしい。戦争させない大人たちさ。孫たちが好きで長生きしたくて、いつまでも平和に暮らしてゆきたい。なんて来たんじゃ戦争への道だよ。お菓子を見てる我らの出番さ。僕らの名前を覚えてほしい。戦争させない大人たちさ。戦争させない大人たちさ。侵略は防げるの。
解剖や、その答えは風が知っているだけなのさ。理解剖や、その答えは風が知っているだけなのさ。
援する、それは市長と会社するという約束、それを実行してない、そのことをどこも言わない市長が、これをなんとか開催しています。次どうしますか。戦車か。戦車いきます。次に戦車は動けないという。実際にウクライナでもロシアの戦車が来ましたけど、実はですね、このことはベトナム戦争、皆さん知ってますか。ベトナム戦争に実際に、米軍のですね、戦車を日本で止めたということなんですね。そのことを知ったですね、来てくれたベトナムの人たちが勇気づけられたということがありまして、それを一回にしたんです。戦車を受けて、この街の橋を渡って巡航ウクライナに子供たちを狙い撃つ戦争は通さない、戦車は動けない、戦車は動けない、この街の夜を揺さぶり、血の匂いをキャタピラにウクライナを狙い撃つ戦争は通さない、電車は動けない、電車は動けない、この国の若者たちは恋人を引き裂いて
関係名護市出身で、本当に小さい頃から母と一緒にこのような、戦争や平和についての抗議行動に参加してきました。なので小さい頃から本当戦争を知らない世代に僕らは生まれたっていう歌はもう本当ちっちゃい頃からよく歌ってた歌で、すごい懐かしいなと思って聞いてました。で、沖縄県名護市、私が高校生の頃でした。辺野古新基地が、普天間が辺野古の方に移設されるということが決定されました。本当になんというか、もう高校生だったにもかかわらず県民大会とかにも参加しました。それでも変わらない、何十年経っても今でも変わらない、何をやっても変わらない、沖縄は疲れ続けました。そして今でも声を上げても、何をやっても民意を示しても何も変わらない現状がありますが、でも諦めずに戦っている人たちがいます。そんな中、私は北海道に移住してのほほんと生活してきました。何も変わらないんだって思ってました。私が何をやったところで何も変わらないと思っていました。でも茶色の朝なんです。今最近ようやく気づきました。今声を上げなければ本当に全部が変わっていってしまう。その時気づいて声を上げたところでもう遅いんではないか、私は子供たち守れないんじゃないかと思ってます。それで今ここにいます。そして 8月19日、9月11日の沖縄県知事選に向けて沖縄県では必死の、訴えが続いています。沖縄の声を全国にぜひ届けたいと思い、イベントを企画しました。8月19日金曜日、エルプラザ6 18時半からノンフィクションライター渡瀬夏彦さんを沖縄からお呼びして、沖縄の現状、課題、そして全国でどのような形で連帯して平和を訴え続けられるかを学び、捉え直したいと思っています。ぜひご参加のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。ただいまスピーチがありました、沖縄問題についての、札幌の集会のチラシが出されています。これからも配られると思いますので、どうぞチラシを、受け取ってください。よろしくお願いします。では続きまして、はい、皆さんこんにちは。今日は大変お疲れ様です。私も市民の風の一員で政治から参りました高松と申します。私は横に絵があります。これは広島のドームです。私が、2018年ですね、広島の、原水爆禁止世界大会に行ってきた時の、スケッチです。原爆ドームの描いた時、あの日は38度を超え、もう40度温度という暑い日でした。そんな中でもう30分くらいしか時間がなかったんで走りかけでしたけども、そのスケッチしたやつをですね、ちょっと拡大して、絵にまたしましたというので、今日はここに持ってきてます。昨日ですね、8月6日は広島に原爆が落とされた日です。そしてまた明日明後日、9日は長崎に原爆の落とされた記念というか、非常に非メモリアルであります記念日です。あってはならない記念日です。そのあってはならない原爆を落とされた唯一2つのですね、原爆を落とされた世界にただ一つの国、日本が、なぜ岸田総理が広島で挨拶をされた時に原水爆禁止条約が今世界で批准されて60カ国を超えてます。そういう中で日本がこの原水爆禁止条約を批准しないというのは本当に恥たる恥だと思います。日本人として本当に日本人が世界に
原水爆禁止をですね訴えて素晴らしい運動をしました。そして世界中の運動が実って原水爆禁止、核兵器禁止のですねこの、批准される国がもう60カ国も過ぎあるのに、日本は唯一の被爆国でありながらそれを批准するどころか、挨拶の中で原水爆禁止条約があることすら一言も訴えない。そんな中で原爆を持っている、原水爆を持っている国、持っていない国との間の架け橋になるなんて嘘を言ってるわけです。誰が考えたってこんなこと許されないですよ。だからサーローさんが言ってましたよね、恥ずかしいって言ってました。なんでできないんだこんなことが。今は党派を超えておじいちゃんもおばあちゃんも子供まで原爆は大嫌いだ、みんな同じなんです。自民党であろうと公明党であろうと維新であろうと共産党であろうとどんな党であろうと原爆は禁止だ、嫌だ、この声が今日本の主流であります。この力を持ってですね世界中に私たちは手を携えて訴えていきたいと思います。ぜひここに集まった皆さん一人一人の力は小さいかもわかんない、でも私たちがこうやってやってることは必ず伝わる日が来ます。その日まで力強く健康で頑張っていきましょう。皆さんこれからも頑張りましょう。はい、ありがとうございました。あと5分でこのスタンディングを終わりたいと思いますけれども、最後のところまたライフタイの演奏で締めくくっていただいていいですか。はい、では、皆さん We shall overcome という歌はご存知だから多くの方と思います。この歌も元々国際経過で We shall overcome なんで、また We shall overcome日本語を何違うのバレルアカスという言葉なんですけども、もっとね、言語に近い意味ですね、協調性、それを表した詩ができました。実は、作曲、編曲家の井上明さんという方が最近作りましたので、その、詩で、ウィシャドウのカム、日本語の題は、この胸の僕企画です。それあります。Oh, yeah.
ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。